らっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka! 私は雨の日本。カラオケをしに来ています。なんでカラオケに来てるの？実はアンケートをしに来ました。答えは3秒後。いただいた札は310。さあ、ここが310だ。早速入るぞ。ということでですね、なんとですね、今ちょっとね、カロリーヌがね、日本に来てたので、アシスタントとして呼びました。なぜ私がカラオケに来てるかと言いますと、なんとですね、変な写真を見たんですよ。その写真には、真剣重視フランス5って書いてあったんです。さあ、ということで、果たして本当にカラオケで、アレクサンドラ・ピロ監督のフランス5を歌えることができるのか。さあ、曲名でいきたいと思います。曲名、じゃじゃじゃん、し、け、まだ3ヒット、3ヒット、1ヒット、真剣寺、さあ、真剣寺で何が出るか、1ヒット、真剣寺、ラスパック、しらきら、これでもまだ分からない、まだ音声じゃめ、さあ、じゃあ、入れたいと思います、いきますよ、入れるよ、いい、さあ、いきます、あこう見て、歌い出し、この地球悪魔たちから。私知ってるかもしれない、これ。この景色はどこ？私はどこ？ここはフランス？それとも日本？立つわ。はい、タンバリン、タンバリン。いないよ。この星も悪魔たちから守り抜け、五人の勇者、正義の魂燃やせ、新役者を断ち切り基地、地球の未来を渡さない、信じてくれないかもしれないけれども、まさかあるとは思ってなかったの。私たちも信じてなくて、これは絶対確かめに行かなきゃということでね、今日本当に突然来ました。突然来て会ったんで、今かなりびっくりしてます。あ、びっくりした、喉痛い。せっかくなのでゲストのカロリーちゃん、カロリーちゃんになんか歌を歌ってもらいたいと思います。何歌える？遠い道のせい、イエーイ。ということで、あれですね、竹川愛ちゃんですね。私も大好き。じゃあ、ちょっとマイクもう一本持って。はい。マイク取ってください。はい。これはね、あの前の人が使ったマイクじゃなくて、ちゃんと新しくちゃんと洗ってますよっていうのが出てます。ぜひノーライフで流れている覚えた歌を歌うのとフランス5を歌うこと。